はい、というわけで、23時55分、若干声が寝起きですが、やっていきましょう。ポケットモンスターヒマラッツ、ターボと破壊王はまだ発芽しておりません。まあ、一応今並べておいてるんですが、今こんな感じですね。可愛いですね。まだ発芽してません。他のひまわりについては順調に成長しています。今日はですね、ラジオ島を占拠するロケット団と戦っていきたいと思うんですが、その前にやることがあります。今僕はとても急いでいます。現在時刻は23時56分、残り4分で日付が変わってしまいます。早く行かないと間に合いません。今僕がどこに向かっているか後で説明します。察しがいい皆さんならもう分かってるかもしれません。僕は今自然公園に向かっています。さあ来ました。今日は土曜日、虫捕り大会が開かれます。まず初っ端虫捕り大会に参加して優勝して太陽の石をもらいたいと思います。大丈夫、枯れてない？枯れてる。ちょっと枯れてる。また冷房つけっぱなしで寝ちゃったから。きたー、いやすげー引きだな。いやもう14レベルのストライクって最高。やったこれまた優勝いけるな。残り時間あと18分です。もう終わりにいますか。はい、やっぱりですね、土曜日の間に終わらせたいと思っていたので。そして今大会一番の優勝者はストライクを捕まえたマサさんもう慣れたな、作業だ作業マジで。優勝したマサさんには太陽の石を差し上げます。4つ目だ。ラジオ島を占拠しているロケット団と全面対決していきたいと思います。まあ、レベル上げも兼ねて、まあ、1匹1匹倒していきたいなと思います。じゃあラジオ島に行くぞ。稲荷は元気いっぱいだ。ラジオに出れるよ稲荷。写真屋さんのところに行こうか。いたいたいた。うん、お前も新入りか。ラジオ島作戦のためにメンバーを増やしたらロケット団のユニフォームが足りなくなっちまってよ。なぜか写真屋が持ってるって言うからちょっくら盗みに来たんだよ。まあ俺も前来たことあるよそれ。ちょうどいいや、お前ここで着替えていけ。おお、ちょっとなんかアレンジして、帽子のかぶり方をアレンジしてるのウケるな。その格好でうろちょろしてあんまり町の住民をビビらせんじゃねえぞ。ヒマラッツ行こうか。俺とうとう団体に所属することになったぜ。稲荷はマサと遊びたそうだ。おお、こいつは本質を見抜いてるんだろうな。俺がどんな格好でも変わらず。これでさ、町の人に話しかけていくとちょっと変わったテキストが出るんだよね確か。君真面目そうなのになんでロケット団なんかに入っちゃったのかね。お、なんか言われてるな稲荷。やっちまうか。稲荷ゴミをつついて遊んでる。お前もこのゴミのようにつつかれたいか。まあ、今回見逃してやろう。あなたどこかで見たことある。そんな格好してるのには事情があるのよね。おお、すげえ察しのいい子がいる。ちょっと飛んでみようか。この状態でさ、あ、今それどこじゃないまるでズバッとに言われてるみたいなんだけど、今それどこじゃない。バカかお前は。行くぞイケメン。もっと悪そうな顔しろ。準備はいいか。お前は今からロケットなんだ。イケメンやる気いっぱいで行くぞ。なんだ新入りか。おほー、ロケット団の制服がよく似合ってるじゃねえか。いいぞ通ってよーし。ロケット団マジで身内に甘いね。あ、やべ、見ないでくれ、見ないでくれ。いやいロケット団、弱虫どもが寄り集まって人に迷惑かけるような真似してるんじゃねえ。あれお前マサ、こんなところで何してんの。ひときがいい暇。まさかお前までそんな格好して強くなったつもりか。バカバカしい、そんな格好やめちまえ。やめてくれ。あーせっかく来たのに。なに貴様、新入りじゃなかったのか。だったら俺と勝負しろ。え、ちょっと2人でボコそうぜ。ラッタ、まあ、イケメンならいけるだろう。あーこれは死ぬかな。耐えられればめちゃめちゃギリ。くっそ無理か。よし、こんなもんよ。お前強すぎる。このままでは計画が台無しだ。仲間に知らせないと。そうか、変装して忍び込むつもりだったのか。そうだよ。ふん、弱いやつの考えそうなことだ。まあいいさ、ここはお前に任せてやるよ。
俺はマントのドラゴン使い、渡るって言ったっけな。あいつをぶっ倒す。そして次はお前だ。それまで覚悟しておけ。おお、俺は渡るよりもあれか、上のハードルとして用意されてんのか。潜入捜査続きだ。そろそろ雨の時の鉢植え移動が大変そう。ほんと大変だよ。あの落ち穂拾いみたいになってる。一人でさあ、これをあのゲリラ豪雨の時が一番辛いかな。その根腐れしないようにさ、ビニールハウスに移動させてんのよ。雨降ってきたら葉っぱと葉っぱが密着しすぎちゃってもよくないから、いい感覚でさ移動させなくちゃいけないの。今日の合言葉、あ、葵さん、葵の合言葉ってここなんだ。もちろん助けてでしょう。あのすごいかっこいい音楽の曲な。あ、音楽の曲ってなんだ。さあ行くぜ。俺の任務、ロケット弾の邪魔するやつを再起不能にすること。再起不能ってどういう字を書く暇。いくぜ、ロガース。いやー、オスタイプの、オスタイプってなんだよ。あのオスの毒タイプが一番イケメンは厄介だ。イケメンと対峙すると困るな。毒が見返せてさ、ひどいなこれって思ったのがあって、ターボの植木鉢を、あの植木鉢の土作りをするときにカメラ回してたの俺めっちゃ早送りでっていう意味で言ったんだけど、なんか俺その映像だとスーパースローでお送りしたいと思いますって。頭おかしいよな。まあほぼ同じ工程で見ててもあんま面白くないと思うので、スーパースローでお送りします。それじゃあ土を作っていきます。ラジオ聞いてみる、ポケギアで。なんか変わった放送が聞けるらしいよ。おお、ああ、我々は泣く子も黙るロケット団、組織の立て直しを進めた3年間の努力が実り、今ここにロケット団の復活を宣言する。高木様聞こえますか。ついにやりましたよ。ボスはどこにいるんだろう。この放送聞いてるかな。ああ、我々は泣く子も黙るロケット団。なんか仮想キャス主みたいにやめてくれよ。なんかちょっと今見てる人いんのかな。今閲覧なんか結構3人とかになってるけど、あの誰かコメント、こいつらのボスが扉の向こうに立てこもったの。なかなか鍵を、あ、中から鍵をかけられたけど局長なら開けられるわ。局長は5階よ。 OK 行くぜ。まだ結構あるな。局長を助け出すつもりか。それは無理ってもんだ。ここで俺に倒されちまうからな。言っとくけど何度でも来るぞ。起き上がりこぼしのように何度倒しても来るぞ。本当に俺を止めたいんだったら俺の息の根を止めるしかない。お前にそんな度胸があるとは思えないがな。やばい、急にトイレ行きたくなってきた。トイレに行きたい。ちょっとあのゴルバットの目の前なんだけど、トイレ行ってきていいか。ゴルバット敵のトレーナーの目の前で俺おしっこしていいかな。そのごめんな、ポケモン勝負中に。違う、バカにしてるんじゃないんだよ、お前のことを。お前のことバカにしてるんじゃない。ちょっとトイレ行ってくるわ。頑張ってね。ちょっとあの一回命令だけ出してトイレ行こう。で、嫌い切りやっといて。やっとるか。いやー、やられちまった。汁もな。行くぜ。我が輩は局長である。今日からは我がラジオ局ではロケット団を褒めたたえる素晴らしい番組を放送していくことになった。みんなつべこべ言わずにしっかりといい番組を。モノマネの練習中に誰だお前は。ってまさかなんだ、油虫か。違ったわ。そう、せっかく局長になりすまして各地をロケット団色に染めてやろうと思っていたのに。よし、今度こそ本気の本気で勝負だ。さっきまで本気じゃなかったと言いたげだな。え、6匹持ってた今。6匹か。いい経験つチャンスだ。おい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 、宿り木、宿り木頼むよ、宿り木。おい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 、俺は良くない、俺は良くないぞ、おい。あー、くっそ、こは煙幕じゃないんかい。わー、無理かー。あー、やばい。
煙幕が効いてる。うわうわ、マジかよこいつ。いやこれ死ぬかな。さっきまで光の壁あったからあのダメージだ。そうだよね、そうだよね。やられちまった。もう知らないな。ゲームの中でもガーデニングしてる。そうなんだよ。面白いことにですね、ゲームの中でのガーデニングもかなり影響してくるんですね。お前で初めてだ、俺を2回も倒すなんてな。14回倒すやつはいたけど。行くぜ、ガモドキ2分バレ。いいぞ、ビアの実食え。毒など効かん、この木の実があればな。まあ、効いてはいるんだけど、正確にはすごく効いてはいる。理想はここで、まあ、相手がわけわかんない。 おっしゃ、え、先手取れた。ガンモドキの方が早いの、毒ガスより。あ、ラッキーラッキー、ガンモドキ温存できた。来た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 、これでジーパンがドガースを何匹か落としてればそのうちレベル上がるだろう。あ、このドガースで多分レベル上がるな。そうしたら次からは一撃で落とせるようになるから、これで特攻が1でも上がれば、1でも上がれば多分一撃で落とせるようになると思う。頼む、1上がれ、1上がれ、こう1上がった、よしいける。しかも HP が初めて3桁だ。もう一回奇跡を起こせ。体当たりなら耐えるんじゃない？体当たり、よっしゃー、よくやったガンモ、マジでよくやった、えらい、かっこいい、かっこいいなお前。草笛、おい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 、森の神様かお前は。嘘だろ、お前だけ唯一ドガースよりもレベル低いんだぞ。多分落とせる、多分一撃で落とせる。よーし、あー、急所か、急所か。落とせるか、落とせる、落とした。やっぱレベル1上がったのはでかい。うおー、これは成仏してくれ。稲荷、稲荷じゃねえ、タワシだ。まあいいや、差し違えて倒したと考えよう。タワシは頑張った。あと1匹、あぶねー。わかった、局長の居場所を教える。脅してんのかなこれ、ヒマナッツが鶴で締め上げて。いいかよく聞け、本物の局長は地下倉庫に閉じ込めてある。お前なんてことを。地下倉庫わかるか、お金の地下通路の奥の奥のさらに奥。俺様は親切だからな、地下倉庫へ行くための鍵をお前にやろう。ありがたく頂戴しな。ありがとう。元気、おっ、元気だけど元気だったか。お前のポケモンたちは元気にしてるか。お前その挨拶気に入ってんだろ。俺のポケモンたちは元気すぎて困ってるぜ。特にニョロモなんかトレーナーを見かけるたびに突っかかっていくんだぜ。それはお前の教育不足だろ。付き合わされる方がたまらんぜ。犬の散歩とかですげえ誰にでも追いかかっちゃう犬みたいなもんだろそれ。ちゃんとしつけろ。ジーパン吠え出した。おい、うちのもしつけられてなかった。ダメだ、元気にあれだ言えないな。これはよし、いいか、ゴリキその荷物を動かしてくれ。おお、助かる。あ、なるほど、こいつがここに来てる時か。オッケーオッケー、なるほどな。地味にこの空手を操らないといけないわけな。 PPA ド、あ、ちげえわ、通路からか。なるほどな。そもそも関係ないとこ行ってたわ。なんか通りで音楽がのどかだなと。どうもこんにちは、マサチャンネルです。今日はロケット団の地下通路に潜入していきたいと思います。さあ行くぞ。ここだろ、マイコハン。さっき黒い服のロケット団班たちが慌てて行ったり来たり、何事やろうかと思いましたが、アンさんがロケット団班を。本人お強いのどすな。これなら伝説のポケ、ポケ、おお、なんでもありまへん。ほなお先に。一体何がいるって言うんだ。さあ行くぜ。
ちょっと待って、やべ、待てよ。さっきはああ言ってお前油断させておいたのさ。そうやって後をつけていけば、あと渡るってやつと会えるんじゃないかと思ったが、ちっとも現れやしねえ。ふん、まあいいさ。順番が逆になるが、先にお前から片付けさせてもらうぜ。マジか、マジか、ここでだっけ。何匹？5匹あー嫌な予感、嫌な予感だ、嫌な予感が拭えないぜ。草笛死ぬかなこれ。うん、なるほど、なるほど、面白いじゃないか。こっから行くぜ。いや、守るじゃダメだった。宿り木で落としきれない。これで種爆弾で削ったからこそ宿り木で落ちるんだもんな。これマグマラシだ。マグマラシを倒せるのはタワシしかいない。タワタワシしかいない。頑張れタワシ。34レベルなんだよ。普通に考えてそんな強くないんだよ。いや、これ宿り木打っといた方がいいかな。宿り木打つか一応。うわ、打てないかもしんない。おっかの実持たせればよかった。まあ、いいや、次回持たせよう。いや、次回のこと考えるな。まだタワシは諦めてね。うちのタワシはまだ勝負を捨ててね。多分メザパ一発じゃ落とせないから、これは正解。この後一旦守るを挟むことで相手の HP を削れるんだから。これやばいな。急所か火傷引いたら終わりっていうデスゲームを続けなくちゃいけないのは俺にとって分が悪いぞ。進化しよう。てかもう美味しい水たわしじゃなくてマグマラシにかけようぜ。頭のさ、あのなんかモヒカンみたいなあの炎を消したらだいぶ弱るだろこいつも。耐えろ耐えろ耐えろ、こらえろこらえろ、たわしこらえろ、こらえた攻撃しとけばよかった、ごめん。2連守るじゃなかったじゃん。オッケー、倒した。いける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 、よくわかんない。ニューラだことごとくこいつら本当にさ、もう味噌汁でいこう。ニャオじゃねえよ、ふざけやがってこいつ。ちょっと待って、味噌汁ってなんだっけ。メザパゴーストだ。あ、ちゃんとこの目を刺してきたわ。俺されちゃ勝てないよ。今回は俺の負けにしておいてやろう。だがこれだけは覚えておけ。俺は弱いやつが集まって生きがっているのが何よりも許せないんだ。一人一人は弱いくせに集まってえばり散らす、そういうやつが何よりも許せないんだ。また来るぞ。行くぜ。レッツバトル。俺に勝てるか。まず最初に光の壁、何が何でも光の壁、光の仮面じゃねえ、ニャリがニャンダーニャンダー仮面ってちょっと混ざったわ。何が何でも光の壁あ、もうそれはしょうがない。そうなっちゃったらしょうがないよ。急所当てたもん勝ちだもん。そんなエアカッター急所に当たんないよ。当たんない。俺が代わりに受ける。急所に当たるくらいだったら俺が代わりに受ける。揚力素によってジーパンの素早さはゴルバットより速い。ソーラービームだ。威力が4分の1になっちゃうからな。うわー、また倒しきれないか。まあいいやいいや、宿り木で落としきれる。急所に当たんなよ、急所に当たんな、ね、よ。ここで当たったら終わりだぞマジで。よし来た、よかった。いけるわ、まだいけるわ、まだゲームは続いている。で問題はいけるかわかんないんだけど、タワシが今メガネかけてんだよ。タワシはタワシは今メガネかけてるから、このメザパで落とせないか。一回耐えることはできる。この一回を耐えることはできる。おーらい、見せてやれお前のメザパー。やれ、やっちまえ。よっしゃー、
よくやったよくやった、絶対勝つぞこの勝負。あと3匹、次はニューラが出てくる多分。よし、あれだ、サンパワーが発動してたんだ。しかもさっきまで、今日差しが弱まったってことは、さっきまでサンパワープラスこだわりメガネプラス目覚めるパワーだ。で今ちょうど日差しが弱まったから3パワーによって倒し死ななかったけど、危なく死ぬところだったんだ今。まず耐えるか分かんない、耐えるかな、耐えるかな、耐えないか、耐えないか、美味しい水の方が良かったか。あ、もう美味しい水を使うしかない。自分の命を落として味方を回復させよう。タワシ、タワシとジーパンをそれぞれ回復させた。味噌汁、よくやった。あとは任せろ。うわー、やっぱ持ってたか氷技、温存してたんだこいつ。翼が下がるとやばいぞ、やばい。ちょっと待って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 、これジーパン上取れてっかな。ジーパン上取れてれば、取れてないか、2倍してもさすがに無理か。ニューラはぶちかませソーラービーム、一撃で葬りされ、無理だ無理だ、立ちはだかってきやがるこの猫は。水だ、水、水じゃ、水を飲みまくれ。安心しろ、寝腐れしても育てきってやるから。ここでいける、多分いける。まだ日差し強いんだったらここでソーラービームを打てばニューラー倒せる。急所だけ引かないでな、マジでマジで急所だけ引かないでくれ。多分引かないけど、引かない、よし、いける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 、ギリだけど、ギリだけどいける。次はなんだ、ゴーストゴースト、次ゴースト。味噌汁がやられちゃったからな、これ痛いな。ここで勝つぞ、ここでまず宿り木を使わせてくれ、お願いします。うわー、これは無理かもしれない、みんなこれは無理かもしれなくない、無理かもしれなくない。そういうのは俺の思い込みだ、ただの思い込み。ここで美味しい水をどっちに使うかなんだよな、タワシに使うかジーパンに使うか。俺はタワシに使うね。タワシはこだわりメガネの効果で今宿りしか打てない状態なので、ここでもう一回受けてもらう、シャドウボールを受けた上で、そしてジーパンに、うわー、得を下がっちゃった。ジーパンだ、あとはジーパンに託す。いやー、フルアタだこいつ、めちゃめちゃ攻撃してくる。さあ最終決戦だ、ゴーストと後ろに控えてる何か。ジーパンがまとめてソーラービームで射抜けたら勝ち、射抜けなかったら負けだ。打ち抜け、うわー、ギリ残ったけど、これ分かんない、宿り木で落ちるかな、宿り木で、ちょ、宿り木で、宿り木で、頼む頼む頼む、落とし切らしてくれ。よし、ラスト1匹、なんだ最後の戦いだ。コイルコイルコイル、待て、コイルがやってくる技なんて電気技かソニックブームのどっちかだろう。いや、まずここでソーラービームを打ってみて、ソーラービームで半分以上削れるんだったらもうこっちの勝ちなんで、こっちの方が早いんだから、試そう。美味しい水に逃げすぎだ俺は、こいつらの力を信じろ。しゃあ、よくやった、よくやったぞ、これは文句なしの勝利だ。なぜだ、なぜ負ける、最強のポケモンを揃えた、手加減もしてないなのに、どうしてだ、どうしてかわかるか、わからない、
あの渡るってやつが言うように、俺にはポケモンへの愛情が、信頼が足りないから勝てないってのか。何のことだか分かんない。だがこのままで終われるかよ。こんなことで最強になるって夢を諦められるかよ。お前も一度現実でポケモンを育ててみろ。俺の気持ちがちょっと分かるさ。よーしマジでギリチョンだったね。マジでギリだったね。いや、そこまで託してもらったんだぜ。だってたわしにさ、たわしが自分に使えるはずの美味しい水をジーパンにわざわざ託して、まあ俺がやったんだけど、ジーパンに託したんだぞ。そりゃ突っ込まなきゃだよな。大丈夫かイケメン。あイケメン殴れないはずだ。僕を殴れない。うージーパンのこだわりソテーを食らえ。耐えた。いけいけ。よーし、ひるむなよ。頼むぞ、決めろ、決めてくれ。うわー